ハレ・ハンミュンデン線は、ザクセン・ワンハルト州、チューリンゲン州、ニーダーザクセン州、ヘッセン州の複線化、電化されている、幹線鉄道である。この路線は、ハノーファー南部線の一部と合わせて、ハレ・カッセル線とも呼ばれる。列車は、ハレ中央駅を出発すると、エアフルト及び、ライプツヒ方面の線路が、すぐ分岐する。駅から S バーンの路線がこの路線と分かれる。 この路線は西へ向かい、マンスフェルト地域のルターシットエースレイベンへ登る。ブランケンハイムにこの路線では、唯一なトンネルが通じている。そこから列車は坂で降りて、ザンガーハウゼンに、ハルツ山脈とクイフホイザー山脈の間の黄金の草地に至る。両山脈の西端でこの路線は、チューリンゲン州のノルトハウゼンに至る。そこから列車は坂を登って、 ブライヒアーローデに触れ、ライネフェルデとハイルバーとハイリゲンシュタットを通過して、アイヒスフェルトに到着する。アイヒエンベルクにこの路線は、ベラ川を襲って、ニーダーザク線周半ミュンデンまで続く。電化の前には、貨物列車は、ブランケンハイムトンネル前後の勾配で推進された。そのために、機関車は120年間ロエブリンゲンアム、税の車両所で待機していた。トリンゲン線の開通以前、 すでに、ノルトハウゼン経由の路線案が、挙論されたが、エアフルト経由の路線案に比べて有力ではなかった。地方からの相当な圧力にもかかわらず1862年、ようやく、プロイセント、マグテブルクライプチヒ鉄道会社は、ハレ・ハイリゲンシュタット区間の鉄道敷設契約を、締結した。目標は、ハイリゲンシュタットとカッセルを結ぶことだったが、 ベラ側川と古田川を貫通し、ハノーァー王国に通じる経路の費用が低かったので、経路にはまだ様々な議論があった。プロイセンは、駐輪原鉄道会社と無関係なカッセルへ通じる直接的な連結に関心事を持っていた。1863年1月付設許可は与えられ、すぐ建設作業が始まった。1865年9月1日晴れ。 ザンガーハウゼン区間は開通し、1866年7月10日のルトハウゼンまで、1867年7月9日、アレンスハウゼンまで延伸された。1866年戦争の結果によって、ハノーファー王国が併合された以後、プロイセンは、カウフンゲン森とガラス工場を結ぶために、鉄道会社にカウフンゲン経由の経路選択の指示を試した。しかしそこには、 費用が高くて急な勾配の経路が必要だった。鉄道会社は指示に従わず、ゲーティンゲン、フリートラント区間から建設した。それでその区間と既存のハノーファー南部線を連結することとなった。1869年鉄道会社は要求を主張して、アレンスハウゼンとハンミュンデンは現在経路の通り連結された。そこからカッセルまで既存線は伏線となって、 1872年3月13日建設作業は終了した。1876年までこの路線に接続する路線がいくつか開通した。1876年6月1日この路線は国有化されて、この目的はこの路線を大砲鉄道の一部として統合することであった。この軍事用鉄道にはブランケンハイム・ライネフェルデ区間が含まれていた。 1870年、ゴータライネフェルデセント1879年ベルリン、ブランケンハイム線は開通して、大砲鉄道は晴れ、ハンミュデン線の両側に連結されることとなった。この路線の開通の動機は、軍事的な側面だけではなく、駐輪ー鉄道への国有化圧力もあった。1884年アレンスハウゼン、フリートラント連結線の建設はすでに取り消された。 低木の茂みの土手道の痕跡は今も残っている。他の路線とともに、ハレ・ノルトハウゼン区間は一番重要な東西、貨物線の一つとして浮かび上がった。一方、ハレ、またはマグデブルクからフランクフルトまでのこの路線経由の列車編は少し少なかった。例えば1939年の夏平日に、ライネフェルデ・アイヒエンベルク区間で4往復の特急列車。 5往復の急行列車、10往復のローカル列車が運行されていた。1943年、ミッテルドーラ強制収容所がノルトハウゼンの北西側に建てられ、拡張された地下の兵器工場は収容所に属した。ハレハンミュンデン線と強制収容所の連結線のヘルメタール線の建設過程の中に数百人の強制労働者が犠牲された。連結線は完成されなくて、 1945年から東西ドイツの境界線によって分離された。1945年この路線は兵器、兵力輸送と戦争捕虜列車などで追いすぎとなったが、線路の修理と改修はほとんど行わなかった。1945年4月7日、軍需品列車はザンガーハウゼン駅で爆破される事故が起こった。10日後この路線の全区間はアメリカの所有となった。 1945年5月終戦直後に列車運行は部分的に再開された。ドイツの連合軍軍政機関が終わった後、この路線の中でアレンスハウゼン・アイヒエンベルク区間は断絶された。1946年4月16日、アイスレーベン駅で列車運行でソビエト軍の軍人たちの干渉によって追突事故が起こった。その結果24人の死亡者と 数ある負傷者が発生した。以後各地で追放されたドイツ人は列車でアレンスハウゼン駅に到着してフリートラントまで歩いて境界線を越えねばならなかった。1952年から列車はアレンスハウゼン駅まで運行されたが特別許可だけで利用は可能だった。1947年までこの路線の単線化が続き けれども、ハレ・ザンガーハウゼンの伏線区間は1954年まで復旧された。戦争当時破壊されたザンガーハウゼン駅舎は1964年現代式で再建された。1965年ベルガ・ケルブラ・ヘリンゲン区間はヘルメ川にケルブラダムを建設するために移設された。ドイナーでカリエンコーさんの廃際とセメントの新しい生産のため、 1979年までこの路線は、ゾルシテットまで伏線化され、貨物輸送はたびたび増加していた。1986年ハレ・ラインフェルデ区間の電化は決定され、1993年4年間の工事は完了した。1945年には、ベラ川橋梁の破壊にもかかわらず断線の運行は可能であった。1949年西ドイツの区間は、 全区間で複線化された。西側の区間は1964年9月25日、電化された。ハノーファー・ビュルツブルグ高速線の開業以前には、カッセル・ゲッティンゲン区間で IC 列車は、ハレ・ハン・ミュンデン線を経由して運行された。高速線の建設と関連からアイヒエンベルク、カッセル区間の単線化計画もあった。ハノーファー南部線のゲッティンゲン。 ハンミュ民ンデン区間は1995年まで廃止された。1989年11月30日、アーレンハウゼン・アイヒエンベルク区間の復旧計画は申し込まれた。1990年1月には検問所の設置が計画されたが、数週間後コンテナーだけ計画された。同月建設作業は始まって、量場工場の改修も計画に含まれた。 1990年5月27日列車の定期運行は始まり、6月30日までは旅券と税関検査が行われた。アイヒエンベルク駅では、晴れ方面の乗降場は既存の線路から東側に追加設置された。再び連結された線路は断線で平面で分岐した。それで運送効率は制限的であった。1991年ドイツ再統一の 交通プロジェクトが決定され、ハレ・アイヒエンベルク区間の改修は、プロジェクト6号に属することとなった。プロジェクトによって、この区間は1994年まで2億6800万ユーロの費用で伏線化、電化された。ハレ・ベルンテローで分岐点区間にはすでに1989年電気工事が始まって、プロジェクト6号と共に完了した。同時に、 南ハルツ高速道路もこの路線と平行に建設された。1998年アイヒエンベルク連結線は開通して、ハレゲッテンゲン区間の直接連結の運転が可能になった。1993年5月時刻変更の時点に、ハレカッセルフランクフルト区間にも時速 120km の電気運転区間が取り入れられた。それに際して、 ハレ・フランクフルト間のインターレギオ路線はこの路線の経由で導入された。しかし、インターレギオ路線は2年しか続けることが可能だった。同じくミュンデン経由のハンブルク・コンスタンツ間のインターレギオ列車も後で高速線を経由することとなった。2003年ローストク・ケルン間、インターコネクス路線は、ハレ・ハンミュンデン線経由で導入されたことがあったが、数ヶ月後廃止された。 ハレマイナスベーブラ線が通行不可となるときに高速列車という等列車はこの路線の全区間あるいは一部区間に迂回する。ザンガーハウゼンエアフルト線はすでに電化されており、この路線はハレエアフルト区間の早い迂回経路として利用するのが可能である。ハレトイチェンタール区間は中部ドイツ運輸連合の管轄区域である。アイヒエンベルク半ミュン,デン区間には 北ヘッセン運輸連合の料金システムが適用される。ナンバー14、プロビンツル、コレスポンデンズ、ビゲアセンターヤーガン、1876年4月5日、文書の内容、ダルフロマン・ロスバーグ、グレンツェ・ウーバードイチェンシ C 年19451990、EK ・バーラグ、フライブルク1990、ISBN3 から882558296、88 S129AB7 プレイナングスガセイシャフトボンバオをドイチェ、アインハイト、ダスプロジェクトナンバー6ブローシュアーマイ、毎1994ありがとうございます。